ジョージ・スミス・パットン4世はアメリカの軍人。アメリカ陸軍の軍人として朝鮮戦争やベトナム戦争に従軍した。最終階級は少々。第二次世界大戦で活躍したジョージ・パットン将軍の息子である。1923年、マサチューセッツ州ボストンにてジョージ・スミス・パットンジュニア少佐の息子として生を受ける。1946年、 陸軍士官学校を卒業。当初は不評症校としての教育を受けており、1948年には西ドイツレーゲンス部力に派遣される。彼の部隊はベルリン空輸作戦の際、空軍の輸送機まで母子を輸送する任務に従事していた。1952年に帰国した後、ジョアン・ホルブルックと結婚した。1953年2月、 第40不評師団第140戦車大隊、英中隊の指揮官として朝鮮戦争ただ中の朝鮮半島に派遣される。朝鮮戦争終結までに、それぞれ一つ目の銀星賞と名誉戦賞賞を受賞している。1954年に帰国する頃には大尉に昇進しており、一時期は陸軍士官学校に勤務したが、間もなく海軍兵学校に教官として派遣された。 パットンは合計3回ベトナムに派遣されている。1962年4月から1963年4月まで南ベトナム軍事援助司令部の一員として派遣されたのが一度目で、彼はその間に中佐まで昇進している。帰国後はホートフットにて第1機構師団第81機構連隊第2中戦車大隊の指揮官として勤務した。 1967年にはこの職を離れて、再びベトナムに派遣されるが、その期間はわずか3ヶ月のみだった。最後のベトナム派遣は1968年1月から1969年1月の期間であった。この派遣中、彼は野戦における選考により2つの主君十字章を受章している。この派遣の折、彼は当初ベトナム派遣軍団の 本物計作戦部長たる職にあった。しかし1968年4月に大佐に昇進した後、第11機構機兵連隊の指揮官となる。後に主君飛行十字章を受章している。ベトナム戦争後の1970年6月、巡将に昇進するとともに第2機構師団の指揮官となる。第2機構師団は、 第二次世界大戦の北アフリカ戦線にて彼の父が率いた部隊であり、これはアメリカ陸軍において父と息子が同じ手段を率いた最初の事例であった。1972年、フォートノックスの副司令に着任。この頃、彼はしばしば兵用食堂で食事をとっていたことから、兵士たちに兵隊将軍とあだなされていた。その後、 少々に昇進するとともに在独米軍の第七軍団副司令に着任する。駐屯地はシュトットガルト近くにあり、エルビン・ロンメル元帥の息子マンフレート・ロンメルが市長になると、パットンとロンメルは初めて会談の機会を持った。共に著名な戦車指揮官の息子として、彼らの友好関係は2004年にパットンが死去するまで続いた。 ベトナムのパットン大佐1980年に退役した後、彼は父から受け継いだボストン北の250エーカーの土地にグリーンメドーズファームという農場を作った。その名はベトナム従軍時、彼の指揮下で戦死した兵士の名を冠したものだという。1997年には作家ブライアン・ソーベルが手掛けていたパットン家の電気、ザ・ガイティング・パタンズの執筆に携わる。 同書では、軍人一家であるパットン家が70年間を費やし、携わってきた5つの戦争に関しても詳しく記述されている。2004年、パーキンソン病により80歳で死去。ジョージ・パットン4世は、一族で4人目のジョージ・スミス・パットンであった。祖,祖父、ジョージ・スミス・パットンは、南北戦争に連合国陸軍の大佐として従軍し、 1864年のオペクオンの戦いで戦死した。1856年に生まれた祖父、ジョージ・ウィリアム・パットンは1868年に父の名誉を称えてジョージ・スミス・パットンと改名している。彼はバージニア州立軍事学校に入校したものの、4人のジョージの中で唯一軍人の道を選ばなかった。父ジョージ・スミス・パットン・ジュニアは第二次世界大戦に アメリカ陸軍の軍人として従軍し、最も有名なジョージとなった。父はジュニアと名付けられていたものの、実際には3人目のジョージであった。そのため、息子にジョージ・パットン4世の名を与えたのである。なお、1945年に父が自己死した後、法律上の使命はローマ数字を省いたジョージ・スミス・パットンに変更している。 ジョージ・パットン4世の長男ジョージ・スミス・パットン・ジュニアは5人目のジョージにあたる。ありがとうございます。